リスマスはサンタクロースの誕生日じゃなくて、うん、ジーザス、まあ、すなわちイエス・キリストの誕生日のお祝いなんですけど、うん、サンタクロースの誕生日っていつか知ってる？やはり同じあの12月25日じゃないですか。そうじゃないと子供たちが納得いかないでしょ、うんうん、クリスマスの主人公はほとんどがサンタクロースになってますからねそうやな、僕の家にはサンタクロースは来ませんでしたね、うん、なかった。もうお母さんが最初からサンタクロースはうちの家はなしにしますって言ったね。じゃあ何あんですかって言ったら、代わりにペレスさんがいますって、うん、ペレスさん、ペレスさんって何ですかって言ったらさ、歯が抜けたらプレゼントをくれるんですって言ったから、うん、歯が抜けたらそこにメモとプレゼントを書きなさい、うん、そしたらペレスさんがプレゼントを持ってきてくれますって言って、うん、歯が抜けるたびにペレスさんプレゼントくれましたね。最高の思い出、最近までずっと信じてましたから、ね、あ、そう、クリスマス何ももらわれへん、もらえなかった、延長コードぐらいだったかな豆電球と定規、まあ、ちなみにサンタクロースの由来って知ってる？うん、フィンランドのおじちゃんなんじゃないですかおじちゃん、ね、おじいちゃんチキン焼いてる、チキン違いますよ、うん、違いますか。あの、ね、今のトルコ出身、わあ、でセントニコラスっていうね、いや中東なんだ、うん、へえ、セントニコラスってちょっと100回言ってみてもらっていいですか？セントニコラス、セントニコラス100回言えないわ100回言えないですか、うん、100回言えない。それがこう生ってサンタクロースになった、うん、セントニコラス、セントニコラスね、うん、サンタクロース、うん、あー、だから、うん、なるほどね。で彼は貧しい家の娘が身売りされそうな時に金貨をそっと家に入れたという逸話からサンタクロースになってるんですよ。なるほどね、うん、いい人だね。そうですよ。でその時暖炉には靴下が下げられてたので、うん、金貨は靴下の中に入っていたらしいんですね。なるほどね。じゃあいっそのことプレゼントじゃなくて靴下にお金を入れてほしいね俺も生活大変なんだよ、うん、いや君の話はいいんですね。だからあれだよね、うん、靴下にプレゼントっていうさ、あのクリスマスのが始まったわけですよ。そういうことか、まあ、君は別にいいんですよ、お金大変とかね、うん、いいんですけど、いいんだ、そういう話はいいのか、うん、まあ、サンタに一回直接頼んでみて、うん、現金サンタなんてねえだろちなみにそのサンタクロースの元になったセントニコラスの祭日は12月の6日、またややこしいね。だからもともと靴下を吊るす習慣はこの日なんですよ、ね、12月6日なんですね。なるほどね。だから12月6日にサンタクロースが来る国もあるみたいですね。なるほど、本当はそうかもしれない、うん、でもじゃあ12月26日と 26? いや違う違う、12月の6日とね、うん、また24日、うん、でしょ。もうなんか両方来たら嬉しいね。もうでもそんな12月に2回も来たら子供をちゃんと育たないですよ、うん、あ、そう、うん、そんなこと考えてるの？そうそうそう、やっぱ日本の国の未来のことしか考えてないからね、うん、あ、日本の未来のことね、うん、そうそう、でも ね、僕の家にだけは来てほしいね、うん、考えてみないからで最後にね、大切な情報を、ね、うん、お伝えしますよ、うん、ちなみにサンタクロースの誕生日は不明です。こらー